ポカライバーもあるもんねこれ。はい、いやそもそもまず誰かっていう前ちらっとね、はい、あのソシエと話したのは、あ、はい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 、あの手のなんだろう、ちょうど手の大きさぐらいかな、はい、の指先からこう手のひら下ぐらいまでのサイズの前本さんミニ前本さんえ、サイズ指定やるのやばいミニ前本さんかなちっちゃい前本さん、あ、普通す、原寸じゃダメなんだ原寸じゃない、もうミニ前本さんがいいミニ前本さんが、だから虫とか入ってきた時に恐れおののく前本さんとかみたいそれもってなってる、同性とかじゃなくて観察対象じゃないですか趣旨が違いますよ。そういうの。ああ、はい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 。あと誰だ、同性か、同性できるなら、え、誰かいる？私は、でも観察対象なんですけど。いやそっちもや。いや私も、私デビさんですね。あーねー、でもそこら辺でうんちしそうじゃないそこら辺で出ちゃったっつってうんちしそうじゃない、はい、人間っつってそう、そしたらいやちダメだよ、そ次トイレでしようねって言ってもうやだっつってなんかの観察ノート取りますかそういやデビ様ある、そこに前本さんを添えたら小さい、あでもありですね。それでもでも私そしたらもうなんか小さい水槽とかで手のひらサイズ、10上げて、10上げて10上げて、小さい水槽で前本さん買うのやめて、ちゃんと広々とさせてあげてまあ生き物によってはね、広すぎると不安になるとかあると思うけど、多分前本さん大丈夫だと思うから、小さ、しかも小さい水槽でしょやめてあげて、その前本さんももうほんと小さいサイズにするんです、小指ぐらいどんどん小さくなっていく小指もうじゃあでかいゴキブリ出たら勝てないじゃん、勝てない、だからやっぱり守ってあげないといけないので、あ、じゃあそれなら確かにその格好いいのね、水槽とか大きい水槽に小さい前本さんとそれこそ小さいチャイカ先輩とかを入れて、でも喧嘩したら場所離したりしてあげなきゃいけないから、そうですね、なんかでっかい切り株みたいなのえ、なんか最初のさ、お互いを慣れさせるためにさそっと入れて若干の対面の時間とかワクワクするわ仲良くなるための時間犬とかさ多頭飼いするとき最初に慣れの時間とかでさ合わせはしないけどなんか向こうにいるなっていう状態を作ったり、見えるだけであなんか何もできないおたなんか間にアクリル板敷いてさお互いのことは見えるけどみたいなの作ったりとかして、あ、いいですね、そうしましょう、なんかちょっとずつ、いい、初めは真ん中にでかい壁を置いて、で次なんかちょっとアクリル板にして切り株、はいはいはい、大きい石とかに変えて、それで慣れていってね、慣れていって、いいですね、いいな、そういうのそういうのだったらいいかもしれないですね、いいな、いやでも私いいかな、同期だったらやっぱソフィア・バレンタインと同棲したいっすね、ちょっとエッチじゃない真面目に言うのもあれ、ちょっと私の同期をなんていう目で見てるんですか、じゃあそん、いや、いやらしい目で見てるわけではないんだけど、そ、見てなかったらそんなことも出てこないですよね、ドキドキがすごくないっていう意味だから言葉が間違ったらドキドキしちゃわないっていう、確かにドキドキがやばいかもしれない、それはそれで言うと、なんかドキドキするなんていうねえ、私の時にはそんな感じの反応したことないじゃないですかどうしてですかなんだろうソフィアさんってなんか良くない ね、 ねなんかさ、なんかいいよね、なんかね、なんかうわ、はい、でもよく知らないからこそっていうのはあるかも、あーなるほど、そう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 、うん、ベールに包まれているからこそドキドキするよね、やばい、ちなみに翡翠さんと同棲します、え北小路翡翠さんと
同棲してお互い共依存の世界観を作り上げます。ちょっと待って、どういうこと、どういうこと、待って、お互い共依存してドロドロに生きていく。それが私の同棲したい恋愛。どうしたんですか急に。急になんか本物の話やめてください。お互いがお互いを縛り付け合いながら二人だけの世界で生きていく。湿度の高い世界で2人で生きていく。ああもう森の奥で過ごしたいタイプだ。そう、もうなんか2人だけいればいいっていう世界で。が翡翠先輩なんですね。そうかな。え、それは相手も納得してるのかな。いや知ってない。でもうちの中の私の中のイマジナリー翡翠さんは納得してくれてる。妄想だからだってこれ。これで実際に本人に許可取りしに行ったらやばいから。でしょ、これ妄想だから許されるんですよ。それはそう、本当にそれはそう。そうそうそう、確かになー。あーっていう感じかな。はい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 、うわいいですね。でも翡翠先輩なんか、うわいいな。そう、そういうのがいい、うん、うわー、待ってちょっとなんか真剣に考えちゃう。誰と同棲したいか。あと美琴様も多分あ口開けてるだけでご飯が入ってくるようになると思う。絶対いいですよね美琴先輩。もう私は犬小屋にただいるだけで、アンジューご飯じゃよーつって、うわーあーって開けたらこっち入れてもぐもぐもぐ、アンジュートイレじゃよーってプリプリってやっていけると思う。トイレ自分で行ってくださいよ。もうメコツ様すごいやから応用力。いやでも確かにそれでいける。メコツ先輩の応用力ってすごいですよね。そうそうそう、全てを包み込むから。なんかあの犬でいうあのなんていうんですか、お腹丸出しにしてなんか、あ、そうそうそう、もうずっとそれで口開けてご飯入れてもらってもう全部本当にあれをなんかしてもいいんじゃないかと思わせる包容力がありますよね。そうそうそう、だから美琴様も全然あり。そのあたりかな。そのあたりやばいな。そのあたりやばいなかも。ちっちゃい前元さん。その3択。あーなるほど、もうじゃあちっちゃい前本さんの方がいいかもですね、もしかすると。ちっちゃい前本さん、いいよ、もしかすると、うん、よかったら教えてください、私も。はい、いつも帰っても全然出迎えてくんないけど、帰りが0時回ったら心配してひょこって覗きに来るから。ひょこ。帰りが遅い時、足音聞こえたらアンチかなと思って覗きに来るから、こうやって。で私で目があったらああって普通に別に気にしてないけどねって感じで部屋に戻っていくから。ねえ、その存在しない小さい前本さんの解像度高いのやばい。存在しないのに解像度高いの何。でもめちゃめちゃわかる。そうそうそう、全然気にしなかったけどねって感じに、ちっちゃい座布団に座ってまたお酒飲み始めるから。わかるな。もうなんかあの、あ、この車の音多分アンジュだなみたいな。そう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 、そういうのがありそうですよね。そうで、で行ったらあ違ったかとか言うか多分あるから。帰り遅い時だけね、そういうのが生まれるから。おもろすぎる。いや、やっぱ小さい前本さんですね。ティアワンはやっぱちょっと今ティアワン、うん、ありえない分 ね、 ね、そうですね、ありえない分やっぱりちょっと1位かもしれないですね。そう、いやいいな。